こんにちは。ガチャガチャ大好き YouTuber、お買い物です。今回はとっても可愛いガチャガチャを回してきたので、紹介していこうと思います。一つ目。今回のガチャは、キタンクラブさんの鉱石ネズミです。鉱石を背負ってるネズミちゃんのフィギュアのガチャです。おしゃれですね。一つ目は、海石ネズミちゃんでした。海辺の近くに住んでて泳げるんだね。色は全部で6種類。あー、かわいい。どれが当たっても嬉しいやつだ。あー、キラキラしてる。体の部分はスベスベです。正面の顔がスンってしててかわいい。実は一番欲しかった色なので当たってよかったです。二つ目。お、黄色いカプセルってことは、わー、タンポポ石ネズミちゃん。これブックレットが全部違うんだ。すごい。タンポポ石ネズミは丸まって眠る姿がタンポポに似ています。かわいすぎる。早速見ていきましょう。さっきも思ったんだけど、足が靴下みたいでかわいいよね。はぁー、よいー。鉱石の形はさっきの青い子と同じかな。あ、この子ラメ入ってる。比べてみました。こういう細かい違いってなんか面白いね。三つ目。白カプセル。三つ目は、水晶ネズミちゃんでした。雪の中を掘って移動します。やっぱり寒い地方の子なんだね。保護色的な感じかな。さてさて、フィギュアは？おー！この子は体がちょっとだけグレーなんだね。全体的に白でまとまってておしゃれです。なんか大人っぽい。あれ？もしかしてこの子鉱石の形が違う？あ、やっぱり、ちょっとツンツンしてるんだね。はい、というわけで、キタンクラブさんの鉱石ネズミでした。すごく可愛くて綺麗なので、おすすめのガチャガチャです。見つけたらぜひ回してみてください。ここまで見ていただき、ありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンもお待ちしてます。それでは、またお会いしましょう。お買い物でした。